ドカベンっていうアニメーションをやらせていただいたのが多分僕、アニメーションの初めての作品だったと思います。おりゃ世界一気高い血族天竜人だぞ。人たちは裏切り者の一族を二度と受け入れなかった。この地獄から出る術はない。お前は初め六本の腕を六人の悪魔超人から奪い取ったと言ったが、その中にバッファローマンは含まれていなかった。なぜだ。ひどい。あんなに堂々と戦った悪魔超人一の勇者バッファローマンが銅塚なんかに捨てられているなんて。どうもこの家の家主の工藤優作です。今日は以前と違ってお連れの方たちはいらっしゃらないようなので、ゆっくり妻の入れた紅茶でも味わっていってくださいね。ゴールドセイントレオのアイオリア。あの時だって話してくれれば俺はあなたの力になれたはずだ。この答えがあるというなら燃え上がれ俺のコスモ。だけど彼女は自分の罪滅ぼしのために僕らを利用した。それで何をされた。忘れたのか、君の血を実験に。よし来い。いくら元中学 MVP とは言ってもバスケから離れて2年間、そのブランクを1週間足らずの練習で取り戻すことは難しいかもしれない。100体の怪獣、確かにそう言ったんだな。怪獣墓場か。急いで向かおう。俺も行きます。他者の夢を共有する、まさに夢の科学だ。だが直に夢に触れることは暴力にさえつながる。あれは作るべきではなかった。厚生省の管轄だったんですがね。問題なのは彼らの親が刑事犯罪者や反政府主義者、スパイ、不法出国者や越境失敗者の場合です。その子供たちを収容した施設の中に悪名高い内務省管轄のキンダーハイムがあったということです。